マッサンやコウノドリ、黒川の手帳などで知られる江口のり子さん。安藤サクラさんに似てる、そっくりと言われていますが、5人兄弟と大家族で、双子の姉がいらっしゃるようですね。また、安住紳一郎さんや江本明さんとの関係も話題です。その江口のり子さんについて、身長、年齢、高校、経歴などウィキプロフィールとともに調べてみました。江口のり子さんのプロフィール。名前、江口のり子、江口のり子。本名、江口徳子、江口徳子。出身地、兵庫県姫路市。生年月日、1980年4月28日。年齢、37歳、執筆時。身長、170センチメートル。血液型、O 型。学歴卒業。職業、女優、所属劇団劇団東京乾電池、所属事務所ノックアウト。江口のり子さんは1980年兵庫県姫路市生まれ。実家は田舎にあったため、毎日が退屈だったという江口のり子さんは、中学生の時からテレビを通じて映画に興味を持ったと言います。そして、中学卒業後すぐにアルバイトを始め、神戸の映画館に足しげく通うようになります。ちなみに、自宅からアルバイト先まで、原付バイクで山を越えて通勤していたそうですが、途中でイノシシに出くわしたこともあったのだそうです。本当に相当な田舎だったのでしょうね。やがて映画好きが高じて、自分でも映画に出たいと思うようになった江口のり子さんは、劇団に所属すれば映画に出られるだろう、と考え、いろいろ調べた結果、劇団出身の脚本家、岩松亮さんの作品に行き当たります。その作品をとても面白いと感じた江口のり子さんは、かつて岩松亮さんが所属していた劇団東京乾電池のオーディションを受け、1999年に研究生となり、1年間の研修期間を経て、2000年に団員となります。そして、三池崇史監督の2002年の映画、金融破滅日本桃源郷の人々でデビューを果たします。さらに、棚田幸監督の2004年の映画、月とチェリーで初主演を果たします。以後も、数多くのドラマ、映画、舞台に出演。学生時代は退屈で何もやる気が起きず、卒業後も数多くのアルバイトを経験するもののいずれも長続きせず、そんな中で唯一芝居だけは楽しくて仕方がなかったという江口のり子さん。芝居という居場所を見つけた現在は、水を得た魚のように、唯一無二の存在感を持つ女優として、第一線で活躍を続けています。江口のり子さんと安藤サクラさんが似てる。江口のり子さんと安藤サクラさんが似てるということが、非常によく言われているみたいですね。やだやだ。安藤サクラさんと江口のり子さん、同一人物じゃないの？やだ怖い。あまり深く考えなかったけど、同じ人だと思ってたかも。コウノドリのキャストインタビューにて、私が10年以上安藤サクラだと思っていたのは江口のり子さんという俳優だったと知って、となってる。ブラッディマンデーの時から安藤サクラだと思ってた。見分ける術を身につけたい。わささんにも伸びるも、安藤サクラ江口のり子私、絶対姉妹だったよ顔、一緒だもん。なんか、Google 先生の検索エンジンさえもごっちゃにしてしまっているようですね。この左の人安藤サクラじゃなくて江口のり子だと思うんだけど。コウノドリにより江口のり子さん好きが加速。で、なんとなく初検索したら、結構な割合で画像に安藤サクラさんも紛れてきたわ。人間にも、検索エンジンにも、似てる、判定されている江口のり子さんと安藤サクラさん。こちらに二人が共演しているツーショットの画像があります。2013年の TBS ドラマ、コウノトリのゆりかごからです。向かって右の江口のり子さんは看護師役、
左の安藤サクラさんは助産師役で、病院の同僚として共演しています。どうでしょうか？本当に双子の姉妹みたいにそっくりです。どっちがどっちかわからなくなる人がたくさんいたそうですが、納得ですよね。ちなみに、安藤サクラさんの父親は俳優の奥田瑛二さん、母親は文筆家の安藤和さんですので、お二人が姉妹ということはないみたいですね。ただし、江口のり子さんには本当の双子の姉妹がいらっしゃるようです。次ページ、江口のり子さんに双子の姉が、兄や母もユニーク。結婚彼氏は？江口のり子さんは5人兄弟。双子の姉がいる。江口のり子さんは5人兄弟の4番目とのことです。兄が2人、姉が1人、妹が1人、という構成で、中でも姉とは双子なのだそうです。江口のり子さんの双子の姉はアメリカ人男性と結婚し、現在はアメリカで暮らし、お子さんもいらっしゃるとのことですが、過去には江口のり子さんと同じく、様々なアルバイトをなさっていたのだそうです。過去に、江口のり子さんの姉がオリジン弁当でアルバイトしているときに、江口のり子さんの映画のプロデューサーが来店したことがあったそうです。そのそっくりな風貌と、江口と書かれた名札に、江口のり子さんと勘違いしたプロデューサーが、江口、お前バイトやってるのか？と話しかけたのだとか。しかし、不審者だと思った姉は無視してしまったのだそうです。姉は江口のり子さん以上に愛想がないらしいです。そのため、後にプロデューサーから、江口が無視しやがったと周りに言いふらされてしまうという、とばっちりを食らってしまったみたいですね。とんだ災難でしたが、その後仕事を干されたとかいうこともないようですので、誤解は解けたものと思われます。また、根本明さんも間違えて姉に声をかけてしまったことがあるそうです。本当にそっくりなのでしょうね。やっぱり一卵性ソーセージなのでしょうかね。残念ながら姉の写真画像は公表されていないようですが、かなりそっくりな双子のようですから、江口のり子さんをそのままイメージすれば大体当たっている、ということになりそうですね。江口のり子さんの兄や母も面白い人だった。江口のり子さんの一番上の兄は、長い間消息不明で音信不通だったそうですが、米倉涼子さんの大ファンらしく、唐突に、米倉涼子さんの電話番号を教えろ、と電話をかけてきたりしたのだそうです。また、江口のり子さんに25万円もの借金があったものの、それを競馬で買って返済したということもあったのだとか。ギャンブラーなのでしょうか？かなりユニークなお兄さんですね。さらに、江口のり子さんの母親も面白い人で、東京と中野区に店舗を構え、ルビーラクシュミーという名前でタロット占い師をなさっています。興味があれば検索にかけると良いと思います。本名は江口大子さんとおっしゃるようです。ホームページのプロフィールによると、50歳でタロットに出会って、52歳で会社を辞めてプロの占い師に転向したそうです。ちなみに、プロフィールのページのタイトルは、ルビー、L の怪しくない小部屋へようこそ。となっています。かなりユニークなお母さんですよね。この母にしてこの子あり、といったところなのかもしれません。次ページ、江口のり子さんの結婚彼氏、恋愛は？江口のり子さんの結婚は？江口のり子さんは現在独身とのことです。彼氏についても、過去に報道などがあったわけでもなく、全くと言っていいほど情報が出回っていないみたいですね。ただ、TBS アナウンサーの安住紳一郎さんの大ファンであることはかねてから公言しています。井筒和光監督作品、パッチギでの共演以来の親友である牧陽子さんが、以前、ぴったんこカンカンに出演した時に、沖縄ロケで安住紳一郎さんとシーサーを作ったということがあったそうです。パッチギより、牧陽子さんと江口のり子さん。
それを知った江口のり子さん、安住紳一郎さんのシーサーを譲ってもらうよう、牧陽子さんに頼み込んだのだとか。そして、実際に後日、牧陽子さんは安住紳一郎さんに会って事情を告げ、シーサーを譲ってもらったのだそうです。親友とはいえ、ここまでしてもらうなんて、本当に安住紳一郎さんのことが好きなんでしょうね。実際、江口のり子さんは、結婚願望はないそうですが、安住紳一郎さんは例外のようで、自身が、ぴったんこカンカンに出演した際には、安住紳一郎さんから結婚を申し込まれたら OK する、とまで言い切っています。実際に実現する可能性は決して高くはないでしょうが、もしそうなったらきっとものすごい話題になるでしょうね。視聴者たちの間では、そんな江口のり子さんを、可愛い、面白い、という声が多かったみたいですね。不愛想なイメージのある女優さんですが、そはきっととても魅力的な女性なのでしょうね。近い将来に良いご縁があるかもしれませんね。以上、江口のり子さんについてでした。